い、どうも良平です。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、モンタンスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。グローブ紹介第4弾になるのかな。今までね、3ついろんな、グローブいろんなメーカー紹介してきましたが、次はちょっとね、公式のピッチャー用に特化して、紹介していこうかなというふうに思います。はい、まず1個目、こちらです。はい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 、来ました。 IP セレクトアルモニーヤですね。はい、ここが特徴的で、中指を出すというようなグローブとなっています。アルモニーヤといえばですね、ちょっと前まで、今はもう使ってないですけども、山本由伸投手が、日本時代に使っていました。いいですね。で、特徴としては、もう完璧にもう縦に、確実に縦になるっていうようなグローブです。正直ちょっともう横型の付け方が考えられないような、もう縦専用のグローブとなっています。で、カラーリングがキャメルですね、こちら。はい、で、フラットタイプの、何もないウェブとなっています。で、グローブとしてはこれピッチャー用の中だったらちょっと小さめに感じるかなというふうには思います。背面に、紐通しが入っていて、これね、ちょっと補給面見たんですけど、ちょっとここ丸いかなというふうに感じます。なんで、コンパクトめだし、丸いっていうか、ここはちょっと広め、っていうような感じがするので、縦閉じ絶対、土手潰れちゃいけないと思うので、土手はすごいしっかりしてるなというふうに感じます。はい、ちょっとね、今回は何個か紹介するのでパパッといっちゃいますよ。はい、お値段が、6万500円となっています。なんで、普通の投手用というか公式用ですね、大体トントンぐらいなのかな、平均的な、投手用のグローブのお値段という風になっています。いいですね、これは。親指すごいしっかりしてるなっていうので、グローブの中ブレずに、使えるんじゃないかなという風に思います。じゃあ次のグローブいきましょう。はい、次のグローブ、ローリングスです。 HOH かな、ただ違う、ゴールドグラブか、ゴールドグラブだけど中にはでも HOH って、はい、入ってますね。で、カラーリングが渋めなオレンジ、普通のオレンジなんでしょうけど、やっぱね、ローリングスっていうと、もう昔からやっぱずっとあるじゃないですか。で、ローリングスのグローブのオレンジが一番色の出がいいんじゃないかなっていう、本来の革に近いような、単に近いって言ったらいいのかな、グローブとなっています。で、これはちょっと大きめで、かなり深めなグローブですね。なんで速球派投手に向いてるんじゃないかなという風に思います。で、これね、ウェブも見てくださいよ、すごい切り込みが入ってて、なんかここもね、稲妻みたいですよね。だし、こっちもなんか引っかいたような感じのウェブのデザインをしているので、すごいおしゃれだなという風に感じます。で、革質的にはしっとりめかな、ローリングスがもともとグローブとしてはしっとりめな、グローブが多いので、そういったところで言うと結構手触り、肌触りはいいんじゃないかなというふうに思います。ウェブ、さっき言いましたけど、ウェブ自体がすごいしっかりしてるので、これもね、今流行りのウェブ曲げないグローブっていうのも片付けをしてもいいんじゃないかなというふうに思います。黒ラベルに蛍光色のステッチ使ってます、ラベルが。こういうところもね、やっぱオレンジの中にここで目立つポイント、本来だったらね、暗いんで、暗い黒使っているのでカチッとするようかなっていう風には感じはするんですが、そこでやっぱ蛍光色、使ってるっていうところで言うと、こういったところでもおしゃれが出てくるローリングス、アメリカっぽい感じがするなっていうようなグローブとなっています。こちらお値段がね、6万3800円と、なっています。これも、さっきの IP よりかはちょっと高めではありますが、ですね、普通の公式用としては、いいぐらいの値段なんじゃないかなというふうに思います。はい、次のグローブこちらです。シュアプレイ、なかなか珍しいんじゃないですかね。売ってるところそんなに多いイメージはないです。で、シュアプレイの特徴といえばジュテルレーザーです。なんでめちゃくちゃきめ細かい。で、投手用のバスケットウェブ、ここまでは普通だと思うんですけども、投手用なんですけどエッジついてるんですよね。なんでこれはどちらかというとウェブ曲げの型をつけてもいいんじゃないかなというふうに思ったんですが、ですよ、縦閉じなんですよ、がっつり。縦閉じの公式用グローブ、市販で最近あんま見ないので、ちょっと珍しいなっていうふうな感じがしますね。で、カラーリングがライムイエロー系なのかな、レモンイエローか。シュアプレイさん的に言うとレモンイエロー。なので、いつだかの岸投手のグローブを思い出すような、グローブとなっています。あとはね、田中将大
マー君投手も高校生の時とか、まあ、プロ入りたての時とかはこの色、使ってましたね。そうですね、ラベルがこれシリコン系のラベルなので、まあ、汚れとかも落としやすいですし、ちょっと見えづらいかな。ここがクッション、ムートンじゃないんですよね、クッションになってるので、まあ、こういったところもムートンだと汗かいて、汚れべったりだったりとか、まあ、ちょっとカサカサ、してきてしまうこともあるんですが、まあ、ここはクッションなので変わらずなのかな、まあ、比較的ムートンよりかは持ち良かったりとか、まあ、汚れとかの部分っていうところでもいいんじゃないかなというふうに思います。でお値段が66,000、税込みで66,000、まあ今の出した2つのグローブよりかは高いので少しちょっと割高かもしれないですけども、まあジュテルレーザー、フィニッシュエアシャー使ってるので投手ってね、そんなにグローブ磨くこともないと思いますし、であればなおさらフィニッシュエアシャーのね力が磨かないで、ブラシだけっていうのが生きてくるんじゃないかなというふうに思います。でもちろんいいので、もう高校3年間復元力ね、革の復元力ありますので高校3年間持つんじゃないかなっていったような、グローブとなっています。まあ、ちょっと今回ピッチャー用で、縛っちゃってるのであれなんですけども、外野手用だったりとか、あとは左投手用も手話プレイ、こちらと同じ方のやつ置いてあったりとかするので、ちょっと気になるよとか、まあ、高校生で手話プレイあまり使ってる選手多くはないと思うので、他の人と被りたくない、メーカー的に被りたくないっていう方なんかはね、よりいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと次のグローブいっちゃいましょう。はい、次のグローブこちらですね。左利きの投手用グローブ SSK の、はい、プロエッジなんですけれども、こちらですね、ポップにこう書いてあります。はい、石田モデルということはですね、 DeNA ベイスターズの石田投手のモデルのグローブとなっております。でこれちょっと前もね紹介しました SSK の F ブラックなので黒なんですよ、ということは高校生使えますっていうような感じなんですけども、裏側ねレッドオレンジなんですよね、これなので、まあ渋い感じの黒を使ってる中でここにね情熱の赤入ってるんですよ。いやいいっすね。でまあちょっと、まあ、僕右利きなんで正直左投手のグローブあんまりよく分かんないところあります、正直。でももうはめた感じ、もう絶対横になるだろうなっていうようなグローブです。もう完全に横仕様、まあ左投手でね縦型のグローブってあんまりないので、そういったところで言うと、まあ、結構こういった握りつぶすタイプのピッチャーいいんじゃないかなというふうに思います。でこちらお値段がね、はい、税込み65,000円と渋おしゃれ、これと同じ系統のグローブでちょっと紹介したこともあったんですけれども、まあ、またちょっと別途もう一個紹介しましょう。はい、ということでね、過去にこのグローブ、出したことあるかなというふうには思うんですが、その時すいませんちょっと気づかなかったんですよね。はい、戸郷と書いてある、はい、そうです、ノーヒッター巨人の戸郷選手モデルのグローブだったっていうところですね。でこれももう一回ちょっと、復習があったら見ていこうかなというふうに思います。でカラーリングはその前回の、過去の動画でも言った通り F ブラック、まあ、緑近いけどブラックなんだよっていうところがまず1点と、型としてはどちらかというとちょっと V 字、まあこれもね片付け次第ではどうにでもなるかなというふうには思うんですが、縦でも横でもいけそうだなっていうような感じはします。まあ他のところで言うと、まあ、ウェブもねこうやってちょっと切れ込み入ってたりとか少し穴開いてたりとかでおしゃれな、ウェブ使っていますし、物自体もすごく軽いのでいいグローブじゃないかなというふうに思います。戸郷投手もねノーヒッターになって、まあ、もちろん侍も選ばれてました、そういったところでね、ぜひ同じグローブ使いたいっていう選手は、まあ、SSK 軟式でそんなにプロモデルっていうイメージがないので、ちょっとこれやっぱ公式用で、出てる、それもまあすごい珍しいと思いますし、ジャイアンツファンすごい多いと思います。高校生でもたくさんね、ジャイアンツファンいると思いますし、絶対被らないと思うので気になった方はぜひモンタさんで、まあ、さっきのね石田投手のモデル含め、F ブラックのグローブ置いてありますのでチェックしてみてください。はい、ということで本日はピッチャーに絞りました。ぜひモンタスポーツさんで、ご購入してみるのありなんじゃないかなというふうに思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。